easily and... ネクストリバール出張特別企画ナビチューズ、みんな見てる？ズールのイスミハルカです。この番組は俺たちがラビチューブクリエイターに挑戦して楽しい時間を届けるっていう番組なんだ。あのさ、他のメンバーのラビチューブ全部見たな。トーマが本当にちゃんとやれんのかって心配してたけど、ニャンニャンポーズ、なんだよそれ。なんかモニター出てきたけど、モニターシルエットクイズにチャレンジ第2位にメドリッシュセブンのクイズ。なんで分かんなかったのかな、なんで分かんなかったのかな。中身はクリスマスツリーでしょ。皆さんこんにちは、エッチ君です。皆さんこんにちは、エッチ君です。さあ今日はですね、久々にグッズ投票していきたいと思います。皆さんこんにちは、エッチ君です。さあ今日ですね、僕今とあるコスプレイベントにやってきてまして、日本でもね最大級のコスプレイベント、池袋ハロウィンコスプレイベントに来ております。イエーイ。皆さんこんにちは、エッチ君です。さあ今日ですね、こちらでございます。もう来た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 、僕の大好きな甘くみんなが入ったかまっちゃったよ。でこれ缶バッジ、アイドルショット、オーツムです。オーツムです。もうということで、あとねアニメと言ってきたんですけど、9個しか残ってなかったの。ハニカム様です。皆さんこんにちは、エッチ君です。皆さんこんにちは、エイジ君です。さあ今日ですね、僕別の動画でスメダニ君のコスプレ写真集を作っているって中が言ってたんですけれども、実際に撮影風景を皆さんにお届けしたいと思って、今日はねコスプレスタジオで動画を撮っております。なかなか皆さんね、結構コスプレの写真ってどうやって撮ってるかとか普段ねあまり見ないと思うので、今日はねそこをね共有していきたいと思います。今日ね天馬くんのね、あの第1回公演のあのねアリババくんの衣装でございますね。こちらを着ております。ということでね、こんな感じです。アップで見るとこんな感じでございます。ということで今日からねこう写真撮影の風景をねご紹介していきたいと思いますので、それでは早速いきましょう。お前にですね、今日はねあのカメラマンをしてくれてる斉藤さんがいらっしゃるので、ね、簡単にご紹介したいと思います。斉藤さん、はい、斉藤さんです。はい、僕のねコスプレ写真集何冊か出してるんですけどね、毎回撮ってくださる素敵な男性のカメラマンです。よろしくお願いします。ということで、斉藤さんもいろいろね、パシパシ撮ってきますので、よろしくお願いします。だから斉藤さんはね、カメでタピオカ好き、もうめっちゃね、あの、ソウルメイトみたいな感じです。仲良しで。ということで、早速撮ってきましょう。はい、ということで、まずはですね、この豪華なね、ソファー、この小物を使ってね、いろいろ撮っていきたいと思います。早速始めていきます。
ズみたいな感じでね、シーンにチャレンジしたいと思います。ということでね、このね、ミスト状の化粧水をね、顔と体に引っ掛けて、ちょっとね、水っぽい、こう、びちゃびちゃになりたいと思います。ということで、ちょっとかけていくんですけども、ちなみにコスプレイヤーさんね、結構このミスト状の化粧水を化粧の後に吹きかけて、ファンデーションとか密着させて、結構ね、化粧落としを防止したりとか、全然かけても大丈夫です。僕実はね、かけたことないですしね、初めてなんですけど、鏡見ながらね、チャレンジしたいと思います。怖え、まったく。これちょっとあれ、かけ方間違えたら、ちょっとなんか汗だくのおじさんみたいになっちゃうから、ちょっと気をつけながらやりたいと思います。ちょっと濡れてますね。ちょっとあ、いい感じになってきた。首あたりにあるといい感じかもしれない。ね、カメラで調子を見ながらちょっとね、水させていきたいと思います。ということで、僕やっていきます。皆さんこんにちは、さあ今日ですね、こちらでございます。
僕の来た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 僕の大好き甘く水が入ったかマジですよ。でこれ完璧にエイズショット大粒です大粒ですもうということであのね言われてたんですけど9個しか残ってなかったと。ハニカム様ですかってハニカム様のハッピーセットのゼロ一番ですかって言ったら9個しか残ってなかったから僕はねもう甘い瓶に売り来たくて行きたくて体がうすうすしてきてサンリオを着てきたの。黒湯みたいなとこあるじゃないって言ってたから僕はもういや僕の手つかみで言ったら甘い瓶にだけが出ない缶バッジの25カップ甘い瓶にしてた男ですから2020年でも12月でここで見てくるから気づくですかね。そろそろ席入れたい。なんでもないすみません失礼いたしました。ということで、ね、ビールに込めるって予想かしいよ、予想かしいみんなこんなことになるとなんかちょっとすごいね、はいやっちゃうすごいわーってことで1個目こちらでございます。せーのチャンミカですね。はい、チャンミカ。ここであれですね。1個目からチャンミカの顔面乾燥検査チェック種を僕に元気をくれてるミカです。びっくり今日見たりは本当に。元気を見せる。あ、ちょっとね、しっかり後からね、見た方がいい。飾りとしたってか、目から見せる。シャンミカ。ここは僕ね、YouTube って、10万再生ぐらい。あれ、10万再生って僕ね、あの中の10万ってここなんですけど、水着、いいんだけど、水になりたいって、ポキン、ポキン、ポキン。ポキンめっちゃ、マジで嬉しい。本当に嬉しい。マジで。
チ全然30分とかペットで売れますから、ね、顔がいいっていう、あ、普通カンパチ30分とか眺めますからね、本当に。お菓子とかでも構わないです。それが僕の生きる道ということで、だって3つ目のこと言ったら、ね、壊れちゃうから、ね、あ、ミカモなんかすごい、すごいですね。ミカモありがとう。なんかミカモがすごい可能性を持ってたら、ね、本当に本当に僕ね、僕自身にとって欲しいなって思ってね、僕は自由になったからお金とかお金だってごめんね。あ、シューさんですね、これで、はい、はい、ありがとうございます。シューさん、僕自身にとって欲しいわ。で、僕、味覚には僕、僕に置いてたけれども、シューさん、いつもそこ差し入れとか言うの。
beginning before CC game development is away. You may have heard of popular titles such as Undertale or Hyper Light Drifter. Well, guess what? These games were created by Game Maker. The thing I like most about Game Maker is that it empowers entrepreneurs to realize their dreams through user interfaces like further cool games, great games that have been played more than 4.5 million times.
子とか欲しいし、おっさんの話欲しいから、これは後で買うのかと思ったら、これも体が浮いちゃって、何やろ、もう男の子なんだから、どっちだっていうの。はい、じゃあ次、こちらでございます。普段僕クリアファイルをアニメーターで10番20番だったんで、妖怪クリアファイルババーンって言われるんですけど、あの今回は4枚しかなくて、妖怪クリアファイルソードって普段もクリアファイルとか妖怪クリアファイル要素って言ったら入るんですよね。
生や人間のマーケティングだけじゃなくて、結構ね、店舗とかで在庫がないことっていうのが多いから、通販でまとめて買うことが買うことが多いんですけど、これって結構在庫が豊富っていうのがポイントがつくから、だから3月こっちで、これさ、知らなかったんですけど、ララコさん、ララコさん多分 BL カードだとね、知ってる方のララコさんとかも注目されて、あの知らなくてすごいと思うBL さんの街、ララコさんに、これララコさん、開発されたんで、